はい、どうも、ブラッドです。さあ、今回エンゼルスがカルロス・エステベスを獲得したということで見ていきたいと思います。これ個人的にはかなりいい選手取ったんじゃないかなと思っていますので、ぜひ最後まで見ていってください。ではやっていきましょう。まず基本的なとこからですね。カルロス・エステベス、右投げ右打ちのブルペン投手です。身長198センチ、体重125キロ。体のサイズはどでかいです。マウンドに上がったらかなり圧あるでしょうね。この125キロっていうのは、今季メジャーでプレーした選手の中では4番目に多かったです。ちなみにトップはアーロン・ジャッジで127キロでした。そしてエステベス、入団からずーっとロッキーズでプレーしてました。なので今回が初めての移籍となります。そして今回結んだ契約なんですけれども、2年1350万ドル。去年エンゼルスと契約を結んだアーロン・ループは基本2年1700万ドル。そしてテペラが2年1400万ドルでしたので、このテペラと同等ということになってます。またこのオフ、ブルペン投手の価値がね、結構上がってたんですね。ニューヨークメッツで契約延長したエドウィン・ディアスは5年1億200万ドル。初めてブルペン投手で1億ドルを超えました。そしてパドレスのスアレスは5年4600万ドルで契約を延長。これ年数かなり長いし金額も高いなと非常に驚きました。そしてアストロズではモンテロと3年3450万ドルで契約を延長。これまたアストロズ奮発したなという印象です。こうやってブルペンの価値は高騰してましたし、MLB トレードルーマーズが発表したエステベスの予測契約は3年2100万ドル。加えて11月末の時点で7つのチームがエステベスと接触を図ったっていうので結構需要はあったと思うんですよ。ただ蓋を開けてみれば今回の契約と、エンゼルスはねライトな契約に収まって良かったんじゃないかなと思います。必要なら優先的に契約延長できますしね。ここからはピッチャーエステベスを見ていくんですけれども、体型の通りパワーピッチャーです。ゴリゴリの球種はフォーシーム、スライダー、チェンジアップ。上に出しているのは2022年の球種データなんですけれども、フォーシームが約7割、残りスライダーとチェンジアップが半々ぐらいですね。フォーシームの平均は 97.5 マイル、およそ157キロ。そして今季試合中に計測したマックスが 100.9 マイルでした。右から2番目の BA が被打率なんですけれども、それぞれ悪くないですね。特にスライダー1割6分は素晴らしいと思います。そして一番右のウィークパーが空振り率なんですけれども、これはそんなに良くないです。高いピッチャーはスライダーで 50% とかいますからね。ただこれはロッキーズの本拠地、クワーズフィールドが影響しているんじゃないかなと考えてます。そのクワーズフィールドとそれ以外の成績についてなんですけれども、まず知らない人のためにクワーズフィールドを簡単に説明すると、非常に打者有利の球場となっています。球場が標高1600メートルのところにあって、気圧が低く、打球が非常に飛びやすい、そして変化球も曲がりにくいとされています。そんな球場をホームグラウンドにしていますので、ロッキーズの選手はピッチャー野手限らず、どうしてもホームとアウェーの成績で比べられがちです。で、エステベスはどうかというと、まずキャリア通算ではこんな感じ。やはり期待通りというか、ホーム、クワーズフィールドでの成績の方が悪くなっています。ただ今季はどうかというと、こちら。防御率はほとんど変わりませんでした。そしてなぜかホームランはアウェーの方が多かったんですね。ただウィップを見ると、やはりホームでは苦しんでいますし、三振率も減っています。これは決め球のスライダーのキレが、やはり落ちて苦しんだんじゃないかなっていう風に伺いますね。以上を踏まえると、今季のシーズン全体のスタッツよりも、来季以降、かなり改善されるんじゃないかなって期待していいと思います。こっからさらにいい部分見ていこうと思うんですけど、まずは今季がキャリアハイだったということ。来年の4月で30歳になりますけれども、まさに今が全盛期と見ていいでしょう。特に今季の後半からえぐくてですね、防御率なんと 1.4。そしてウィップ 0.779、 まぐれじゃございません。安定感抜群。さっき名前出したエドウィン・ディアスと同じぐらいの水準で後半戦はね投げてたんですよ。もちろんクワーズフィールドでも投げてます。だからね、何かきっかけをつかんだんですかね。ロッキーズのねブラック監督は、
制球が改善されたって言ってたんですけれども、確かに前半と後半でフォアボールを出す割合は半分ぐらいになってました。エステベスフォアボールの多さが非常に痛いところなんですけれども、それがかなり改善されたって考えるとますます来年楽しみですね。そしてあとは右打者に強い、右ピッチャーなんでまあ普通のことなんですけれども、今季対右の OPS は598で、ホームランはわずか1本、対左は719、ホームランは6本も打たれてます。普通っちゃ普通なんですけど、ブルペンで使う際はこういうところも考慮しつつ柔軟に運用してほしいなと思いますね。あとエンゼルスは今季この手のパワーピッチャーいなかったんですね。おそらくチーム全体見渡しても100マイル届いてたのは大谷選手ぐらいなので、これまでブルペンにいなかったタイプのピッチャーが入ったっていうのはもうそれだけでプラスです。続いて悪い点を挙げていくんですけれども、まず1個目は今季ちょっとねできすぎたかな、運が良かったんじゃないかなっていうのがあります。 BABIP ホームランを除くインプレー打率のことなんですけれども、これどんなピッチャーでもだいたい平均3割ぐらいに収束するって言われてるんですね。それが今季のエステベスは2割4分7厘なので、かなり飛んだところ良かったのかなと。さらにピッチャーの真の実力を測ると言われている FIP は 4.08、 実際の防御率よりもちょっと悪くなってますからね。そして次、起用法どうなるか分かんないんですけれども、クローザーは向いてないんじゃないかなと思います。これだけのパワーピッチャーなんでね、後ろ任せたくなるんですけれども、通算セーブ数は25上げた中で成功率わずか 52.1%、 9回はちょっとおやめいただきたいね。調子良かった今季でさえ2セーブ上げてますけれども、失敗は4、成功率 33.3%、 やはり一番後ろはちょっとやめた方がいいかなと思わざるを得ないですね。そしてもう一つ、指標が悪いです。これ見たら分かりますけれども、平均打球速度とかハードヒット率、バレル率、三振率、フォアボール率、空振り率などなど軒並み良くないんですが、これもね食わず効果といえばそれまでなんで、もうあんまり気にしないです。気にしないでいいと思います。これ最後です。起用法について考えようと思うんですけれども、ミナシアン GM はネビン監督次第だって言ってるんですね。ただクローザーをやるポテンシャルは十分にあると口では言ってるんですが、さっきも言ったようにそれはやめといた方がいいんじゃないかなと思います。でちなみに今季はロッキーズで8回からが一番多くて30登板、9回はダニエルバードっていう文句なしのクローザーいましたからね。僕は理想は9回文句なしのクローザーがいて、8回は8回で文句なしのセットアッパーをね置くっていうのが理想なんですけれども、今市場に出てるピッチャーとか、まあ、トレード候補とか考えてみてもそれはね望めないんじゃないかなと。9回8回任せられるピッチャーがいたら7回エステベスでいいんですけれども、まあ、それがないんだったら今季終盤ね、キハーダ、ハーゲット、テペラ、ループ、バリアとかその辺をこうミックスして使ってましたが、そんな感じでいいんじゃないかなと思いますね。今言ったメンツだとハーゲットクローザーでね開幕してみるっていうのも面白いとは個人的に思いますけどね。まああとは状況次第で調子良ければクローザーに固定するとか、そんな感じでいいと思います。あんまり最初から固定しすぎるのもね良くないと思いますので、まあそこはなんとかネビン監督どう運用するのか期待して、そして楽しみにねしたいと思います。はい、ということでエステベスについて話していきました。今回の補強は地味ですけれども、非常に大きな戦力の積み上げしたんじゃないかなと思います。今オフはここまではねしっかりお金も使ってますし、トレードも使ったりしてね、もう着実にちょっとずつちょっとずつですけど戦力を積み上げてる感じがして非常に好感が持てます。ウィンターミーティングも始まりましたし、またこれ以降どんどん戦力補強していってほしいなと思います。まあショートかな、やっぱ一番はショート頼むぞミナシアン。ということでまた注目選手獲得したら動画上げますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。